One, two, three, four, five, six, seven, eight. 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 この足型はまずスリップアペルというのから始まります。普通のアペルですと、まあ、その床を叩いて、ワン、こういうふうになるわけですけど、スリップアペルというのは、まあ、普通のアペルも必ずしも PP になるとは限らず、そのまま、例えばセパレーションのように、ワン、ツーでね、こういうふうに、クローズポジションとかいくものもありますが、そういう際に、オープンテレマークとか、フォーラウェイリバースタンドとかのように、角度を早くから稼ぎたいというかね、たくさん回転したいような場合、このままで、ワンって言ってからこう行くよりも、さっきもアップの時にこっちを向いてしまうということを使うので、したがって音を立てると言いますか、そのままでポンとするアペルではなくて、スリップアペル、いわばスリップバックしてするアペルをするので、ここから45度ほどこういうふうに、そんなに大きくいくわけではなくて、ここからワンとこういう感じでします。ですから2本目はこうなって、そしてオープンテレマークといえばワルツでするワン、ツー、スリーというね、これと、これを思い浮かべるであろうし、まあ、それを要するに、突然時間では3歩で終わってしまいますので、まあ、スリップアペルを入れて、しかも終わり方を、まあ、早い足がスリップアペルをして、そしてワルツのこの通常のワン、ツー、スリーのテレマークをして、まあ、このまま PP で終わってもいいんですが、PP から出て向かい合って、シャッセを1回して、向かい合ったままクローズドポジションで終わるという構成に、8番の構成になっているわけですね。それで教科書的に言うとですね、この、オープンテレマークというと何してワルツからの連想で、ピピッとヒールターンということを思い浮かべそうなんですが、ターン後の時のオープンリバースターンとかね、このオープンリバースターン、レディインラインのターン後の時のクイックスローと同じく、その、まあ、教科書的に精密に言えば、そのヒールターンというのをしないんですね。ちなみにヒールターンも定義のあることで、これは、ワルツなどのヒールターンはこうやって下がって、ヒールで回転しつつ、ライズして、次の足を前進すると。こういうふうにヒールを中心軸にして回転するのが含まれている3歩のことをヒールターンというんですけれども、このパソドーレおよびタンゴですね。まあ、オープンテレマーク。タンゴはオープンテレマークというベーシックステップはありませんが、パソドーレのオープンテレマークの場合、オープンテレマークという名前からヒールターンと思いがちですけども、実際はこういうヒールターンをするわけではないんですね。まあ、精密に言えばね、ここで今スリップアペルをしたとして、そしてちょっとでは先生、普通のヒールターンをしてね、2、3、4というふうにするわけではなくて、まあ簡単に言うと、でもこれはいろんな解釈があるので、まあ普通にパーティーの発表会で踊る分には全然この1、2、3、4で全然大丈夫なんですね。別に注意するところもあって、4は女性のフットワークはヒールからなので、ワルツとかのようにボールからは出ません、ね。ですからそれでいいんですけれども、教科書的に精密に言うと、まあ、次の 2種類ぐらいですね。一つのやり方は、要するにいかにもって感じでヒールターンをしないので、1と来たらそのまま2で、そのまま交代したら2、そしてポールフットや足をついて4。ですから、これをすると何かヒールターンのビフォーアフターみたい、もしくはヒールターンがうまくいかなくて失敗作のように、見えますが、どちらかというと教科書はこういう感じなんですね。2、3。しかし、あまりにもこれが気に入らない、かっこ悪いという人は、
ボール倒します。こうしたらワン、そしてスースリーというふうにヒールで回る部分はなしで、こういうふうについたらボールで回って揃えて、そしてこうやってますが、ここはまあいろんな解釈、2、3通りのねやり方があるので、気になる人は自分が習われていたり自分が所属しているスタジオのね先生、そこら辺よく分かってらっしゃる先生に聞かれるのが一番と思います。普通に踊る分には何ら普通のヒールなんで構いません。それから先ほどもちょっと言いましたが、教科書的にはですね、例えば、プロムナード&カウンタープロムナードで PT でね出る最後なんかは、プロムナードで1、2、3、4、5、6、7で、これはボールフラットで出るんですね。この8はこういうふうに PP で出るときにボールフラットで出る。そのことを覚えば、今テレマークをした後も、ね、ヒールターンのテレマークした後もワルツとかもボールから出るんですから、全然ボールで出ていいような気もしますが、教科書的にはこれはそうではなくて、女性はヒール、男性はボールからなんですね。2、3、4というふうにね、女性はヒールから、男性はボールからなので、教師試験を受けるとか、そういう教科書に非常に、準拠して踊らないといけない場合は注意してください。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5。